皆さんお仕事お疲れ様です。ハスコです。今日は看護師のオフ事情ということで、今 Vlog 形式なんですけど、最近看護師してるのとか、お給料の方はどうなんだろうとか、いろいろ疑問に思ってる感じのコメントをいただくので、2月の給料日はまだなので、先月の給料を少し公開しようと思います。それに合わせてシフト事情、いつのタイミングで YouTube やってるんだろうとか、 YouTube の編集についてだったり紹介していけたらいいなと思います。最後までぜひご覧ください。オフの日は何してるの？ラーメンをずっと食べています。毎回ラーメンってこと？毎回ラーメンってなると嘘になっちゃうんですけど、でも本当にラーメン大好きで、ほとんどラーメン食べに行くことが多いです。皆さんの地元の人気のラーメン屋さんや美味しいラーメン屋さんがあれば、ぜひコメント欄で教えてほしいです。本当にラーメンだけなのかな？ラーメンだけって言うと嘘ですね。はい、クレープと甘いものを食べています。夜勤のせいにしたらあれなんですけど、めっちゃ甘いものを食べるようになりました。その分ちゃんと体重にも現れて、かなり最近体重は増加していますね。でもやっぱり甘くて美味しくてやめられないです。あとはクレープ以外にパフェとかも好きです。アイスカフェラテが良かったのに間違えてホットカフェラテにしてしまいました。一人でずっと過ごしてるの？一人かな、というのも嘘で、看護師の先輩とランチに行ったりカフェに行ったりしています。カサブランカ、すごい。カサブランカ飲むときは1本にね、14、5本にできる。なんか1個少ない。これおっぱいないよ、私。なんか楽しそうだね。ところでお給料のお話は？ちゃんと説明するから大丈夫ですよ。これが今月じゃないや1月のお給料ですね。25歳正看護師、正社員、夜勤あり日勤ありの看護師のお給料は一体いくらなのでしょうか。レッツゴー。早速1月のお給料を一緒に見ていきましょう。ここ夜勤が9回で、ここ出勤日数がうちの病院こうちゃんと書いてくれないんですよね。なぜか出勤日数書いてくれないんですよ。で夜勤が9回でした、先月1月は。でここ見てください、昼食回数が5回って書いてあるので、ちゃんと夜勤もやってるし日勤もやってる。ただうちのこの出勤が、病院がなんかちゃんとゼロ、なんていうんですかね、ちゃんとこうやってくれてないっていうだけで、はい、ちゃんと出勤してます。で、基本給が18万1900円、ちょっと安いですよね。いや、そんな看護師の一般的にですよ、だいたいこれ総合病院とかだったら新人の看護師の給料基本給と変わらないですね。で病棟手当が4000円、資格手当が1万、正看護師なので1万円ですね。で夜勤手当が53,100円、やだー、まあ、9回やりましたからね夜勤を。で給食補助が590円、でこれ交通費が4200円ですね。で合計24万9590円25万3790円、これが総支給ですね。でこっから
健康保険でも12,000円、厚生年金で20,000円、いろ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 引かれて57,460円。なくなって、はい、203,044円。これは過去一良かったんじゃないでしょうか、このお給料は。というわけで1月2日、本当は休みだったのに代打で出たりとか、まあその他でも夜勤で結構こう非番で出たりしたので、イエーイ、過去一のお給料でした。いや嬉しいですね。まあ20万やっぱ切ってたので、20万円も手取りでもらえるっていうのはものすごくありがたかったです。はい、こんな感じで、看護師のお給料はこんな感じ。お前つそうでよかったね。シフトはどうなのかな。シフトはまあ夜勤が今回は9回だったんですけど、だいたい5回ぐらいで、夜勤9回って夜勤戦中の回数なんですよね。で、まあしんどいっちゃしんどいんですけど、例えば日勤って3日日勤があるとするじゃないですか。でそこの最初の、例えば、2月1日日勤、2月2日日勤、2月3日日勤だったとするじゃないですか。で2月1日夜勤だった人がちょっと難しくなって、じゃあハスコちゃんちょっと夜勤してくれないっていう風な感じになって、じゃあ私がここで夜勤するとするじゃないですか。本来 1,2,3 日勤日勤だったのが、2月1日夜勤したら2日が明けて3日が休み、病院にほぼ2日行かなくていいっていう状況が生まれるんですよね。まあその分2月1日夜勤としてほぼ1日以上働いてるんですけど、トータルで考えるとハスコはですよ、個人的に夜勤になった方が自由な時間が増えるっていう感じで、で例えば2月4日が夜勤だったら、なおさらその夜勤ってだいたい5時4時スタートなので、だいたい4時半までに病院に行くので、半日近くまた自由な時間が生まれるので結構良かったですね。だからこう9回あったる、今回9回夜勤があったんですけど、夜勤明け休み休み夜勤とかそういうシフトの時もあったりしたので、意外とその普通に日勤っていうか、なんていうんですかね、夜勤がなくて基本その平日5日の勤務の人からすると考えられないかもしれないんですけど、意外と夜勤してると結構その自由な時間が生まれたりする。仕事を行ってる時はめちゃくちゃ大変でハードなんですけど、その分休みが多かったりもする感じですね。なので意外とその夜勤っていうのはね美味しいなって思う時もあったりします。なので本当にすごいハードな時もあるけど、まあ毎回そういうわけではなく、ちゃんとこう長い休みもあるし、なんなら夜勤の仮眠寝れないんで、その丸々3時間を編集に当ててたりするので、はい、なのでほどほどに自分の好きなようにマイペースに動画をやってるので、皆さん安心してもらえれば、はい、いいなと思います。というわけで、ハスコのお給料とシフト事情でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。